こんにちは日本語を Latex でどうやって使うかを説明します。この方法はおそらく韓国語と中国語にも対応してるけど、えー、試してないから何とも言えないです。大事なポイントを全部ここに書いておきました。まず、t e x と l a t e x は使いません。えー、その代わりに XELatex を使うべきです。えー、そして l e n c j k というパッケージが必要です。Linux を使うならば t e x ス l i フ e l n c j k をインストールすればいいんです。 で、それをインストールしたならば、えー、基本的なテックスファイルの構造はこのようになります。えー、下の部分は多分もう、えー、見たと思いますけど、えー、ドキュメントクラスは今回アーティカルじゃなくて BXJS アーティカルになります。そして、言語を日本語に設定する必要があります。えー、そしてこれも必要です。なぜかわかりません。じゃあなんで韓国語と中国語にも対応しているかっていうと、 えー、こちらの、えー、パッケージは、えー、コリアン、あ、ごめん、中国、チャイニーズと、えー、ジャ n ニーズとコリアン、えー、になってます、えー。ちなみに、はい、テフって言うて分かってますけど、明らかにこれ X だからテックスって、えー、強制的に発音させていただきます。はい、ご清聴ありがとうございます。